浜学園行って灘入って駿台行って東大行きさんお母さんがめっちゃ泣いてよ。お得意だったのはでも英語なんです。川下さんにアドバイスありますか？これ動画でまだ話してないんですけど、金髪ね林修の印象も、はい、そうだよ、始まりました。もちゃちゃね。さあ、今回はベテランチェリーおいでいただきました。こんにちは。あれ、やんなくていいですか？ブンブンなんか。ああ、はい。ちょ、じゃあやっていいですか？はい。東京大学を一人の亡霊が徘徊している、一浪二流東大理三 YouTuber という亡霊が、どうも、カール・マルクスベテランチェです。よろしくお願いします。すごい。カール・マルクスでした。偏差値上げ目で。偏差値上げ目で。視聴者層に合わせて。おお。ありがとうございます。そんなベテランチさんですが、今回やる企画はなんですが、はい、ベテランチを丸裸、ベテランチに聞きたい50のこと。おお。50問用意してきました。え、わざわざ50問用意してくれたんですか？はい。ありがとうございます、僕なんか。毎日見たので、動画を。で、どうやってやったらいいかなと思って、はい、やっぱり掛け合いよりも、バンバン聞いていった方がいいんじゃないかなと思って。あ、ありがとうございます。いろいろ見つかっていただいて。まあ、あとクイズ好きだから、どん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 やったら、はい、あ、別に好きじゃないですか？いや、好きです。ですね。なんか瞬発力には、はい。ですよね。自信に行きなんで。なんで、50バン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 やっていけばいいんじゃないかと思って。15個ぐらいは面白いのを言えると思うので、もうやっていきたいと思います。視聴者の人は分からないかもしれないですけど、はい、今5分前に初対面ですからね。そうです。この森哲先生のこのプロ意識とたるや慣れてますねいやいやとんでもないです。森哲チャンネルコラボみたいなの多いですもん、ね、そうです。基本的にコラボチャンネルなんですけど、まあいろんな人出てきて、うん、全部一応絵が浮かんだ感じなんです。鈴木貫太郎さんとか、うん、他の人がコラボすると手につけられないって言って、うん、もうどうしてもいいか分かんないとか、猛獣使いだみたいに言われたりとか、まあ、人に合わせてきたんですけど、いやベテランチは研究しても絵が浮かばなかったです。ああ、そうっすか。どんな風になるのか想像ができないです。大丈夫です、任せてください。僕お、そう思ったんですよ。だから僕は引っ張っていくみたいなこういうトークじゃなくて、もう任せた方が絶対いいなと思ったんで、恐縮でーす、はい、なんで用意してきました。いきたいと思います。まあ多分あんまり見たことない人も多いと思うので。そうですよね、自己紹介みたいな、はい、なんでベテランチの名前の由来を、もともとツイッターをベテラン中学生っていうハンドルでやってて、はいはいはい、スイカを作ったんですけど、はい、スイカをベテランチ留学生っていう名前でスイカを作ってて、はいはいはい、それにあやかって、はいはい、で YouTube 始めようっていう時にベテラン中学生じゃちょっとゲーないなと思って、はいはい、スイカと同じなんで。なるほどなるほど。でそのスイカのことを思い出して、うん、その名字のベテランチ。ああなるほど、はい、そういうことだったんですね。でも元々のベテラン中学生はどっから来たんですか？元々のベテラン中学生っていうのは、はい、あの中学3年生の時に急に思いついてつけたハンドルそうだったんですね、はい、安易な。そうだったんですね。あのアイコンは、あれは、はい、あのイルカのイルカくんっていう、はいはい、世の中にある AC 部っていうそのグループが作ってるキャラクターを許可とかなく使ってあれ一時期ね、なんか警視庁かなんかのキャラやってたんですよね、あれね。ああそうなんですか、はい、それでもう電車内にあれいっぱい出てきて、あ確かに確かに CM みたいな。それで気持ち悪いって殺到したんですいつかその AC 部の大人に怒られると思ってるんですけどもうここまで来たら引っ込みもつかんくなって、うん、なるほど、怒られるまではあれで宣伝になるかもしれないですね。まあどうなんでしょうね。 AC 部の人見てたら教えてくださいじゃあ出身地は大阪府です。浜学園行って灘入って駿台行って東大理三と、そして医学部ですからエリートコースね。そう、本当のエリートコースプラス二流、はい、ありがとうございます浜学園の企業案件来てたじゃないですか、はい、いいところは浜学園のいいところ、まあでもでかいっていうのはやっぱいいんじゃないですか。でかいですね。規模が多分関西だと一番でかいんで、うん、募集団大きい方がトップになる上ではやっぱこういいというか、うんうん、競えるはず。関東だとやっぱ知らない人がすごく多いと思うんで、日農研サピックスとの違いは、うわそれなんなんやろな、いやわかんないですね浜しか行ってないんで。でもサピックスが多分関東だと一強みたいな感じですよね。あサピックスと、まあであとは日農研が、うん、まあであと四谷大塚、うん、とかっていう感じですかね。いやでも違いはわかんないですね。でも浜学園はまあ西にあるんで小汚い感じなんじゃないですか。小汚いかどうなんですか、ね、知らないです飛び級してたんですもんね。だってね、それは親が勝手にさせてくれたっていう感じで。そうなんですね。灘に合格した時の気持ち、
ああでもそれはね結構覚えてて、東大寺受けるんですけど、はい、灘の翌日に、はいはいはい、関西だった、うん、東大寺が終わった時にはもう灘の合格発表終わってるんですよ、はいはいはい、12時発表で2時ぐらいに試験終わるんですけど、はい、でそれは大体親が見に行くじゃないですか、はい、でその親が秘密にしといてくれるパターンもあって、ああなるほどなるほど、はい、で僕んちはもう結構余裕やと思ってたんで、はい、もう受かってたらもう教えてみたいな、はいはいはい、で、まあ、受かってたよみたいな、うんうん、あそうと思って、で普通その後受かってたら2人で記念で合格発表見に行くんですけど、ああなるほどなるほど、はい、もう絶対受かると思ってたんで、はい、なんかあそうかと思って、じゃあ今日から遊ぼうと思って、お家で DS したかったから合格発表見に行かんくて、あ行かなかったんですね。じゃあ結局はサバサバしてたっすかね、うん、じゃあなんかうっしゃーみたいなのは、そうっすね、あんまてかうっしゃーってならないタイプ。あそうですね、じゃあそれも東大の時も、あそうですね、東大受かった時もその時はネットで見たんですけど、はい、なんかお母さんがめっちゃ泣いて喜んで、おえー、パジャマでパジャマキッチンでこうやって喜んで、でまあ僕はまあちょっとあ喜んでるなと思って、その一人喜んだらやっぱ引いちゃうじゃないですか。ああなるほど。灘の好きなところは、まあ面白い人がやっぱ多いっていうことと、なるほどなるほど、まああとあんまうるさく言われなかったっていう、うんうんうん、でまあ来住のメンバーとかね、そうですね、一緒にやってる子たちもまあ面白い子多いですし、うん、動画で結構僕怒られてたみたいな話してますけど、はいはいはい、当然灘じゃない中高行ってたら、はい、その100倍怒られてもっと押さえつけられてたと思うんで、うんうん、今僕がこうやってまあしてられるのはまあ感謝しないといけない。なるほど。逆に灘の嫌いなところあります。嫌いなとこか、まあ、僕が言うのもなんですけど、はい、世の中舐めてるやつが多いんでやっぱどうしても勉強できると自分すごいんだみたいな感じ、まあ、みんなをバカにした感じで生きてしまう人がやっぱ多いんで、おーなるほど、そんな感じの、じゃあ来住の人たちはそうじゃないとと思ってるんですけど、まあそんな変わんない感じ、はい、ちなみに僕が一番好きな動画は来住の中で新メンバーオーディション、ああありがとうございます、見といてください来住チャンネルまでわざと見て、ありがとうございます。あれ収録4時間ぐらいかかった、すげえカオスな踊りって歌と踊り、動画も前後編で1時間弱ぐらいありますからね。そうそうそう。高校の時一番好きだった教科、あまあ中高でもいいですけど、意外と受験勉強真面目にするようになってからは数学が一番好きだったかもしれない、うん、数学、灘といえば数学っていうイメージはありますけど、でも僕苦手です数学、現役の受験の時とか120分の70とかで、理三受験生の中では多分低いんですけど、ああ一番ゲーム性高いというか、ああなるほど、確かにそうですね、やった分上達するし、うん、上達する過程が面白い感じがしたのは数学だ、うんうんうん、得意だった科目なんですか。得意だったのはでも英語なんですよ、ね、あそうなんですね、意外とこのチャンネルの親和性がいきなり、あそうなんですね、急に急に出てきた、はい、現役の時も120分の85とかはあって、あおーほいほいほい、で浪人でも92とかだった、これすごいですからね、結構高いです、まあ、高いです、まあ英語が結構だから安定してて、うん、数学と理科をどうやって追い上げるかみたいな感じで、うん、なんかリスニングすごい聞けるって言ってましたもんね。あそうっすね、動画内でそれが結構理三目指す心の拠り所になってたみたいなところあって、うん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 、リスニングはもうガンガン聞いてた、そうっすね、やっぱ英会話習わせてもらってて、あそうだったぐらいまで、はい、東大英語って結構そのセンスって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけど、まあ量が多くて、はいそうですね、大掴みにこう読めるっていうのが強いじゃないですか、だからまあ英語はそんなにめっちゃ勉強しなくても安定して取れてたっていうのが、判定悪くても英語はできてるから、まあ他を集中してやればどうにかなるかもみたいな感じは、作文とかもじゃあできた感じ。あーでも英作とかはだからやっぱ努力してないから、感覚で書いても文法とか語法スペルとか間違ってたら引かれるんで、英作とか和訳は結構ネックだったんですけど、ああいう記号のものとか要約とかは早く大まかに読めれれば解けるんで、なるほど、そういうところでまあ稼いでたかな。たわしさんにアドバイスありますか。たわしさんどうなんですか、ね、でもたわしさんって多分数学が全然できないですよね。そうですね、数学は弱い、まあ、これは結構その文系あるある で、はいはい、でその文系で東大目指してるんだけど、はい、精神力弱い人あるあるだと思うんですけど、はいはいはい、数学弱いっていうのに目をそらして社会とか英語頑張っちゃうっていう、あでも結局そこの数学の根本的な弱さ解決しないと何年経っても受からないっていうことになっちゃうんで、死ぬ気でまあ数学を今の余裕ある時期に頑張るっていうのがいいんじゃないかな。なるほど。じゃあトフルの勉強なんかしてないで。あそうですそうです、まあ生きてトフルなんか東大受かったら何歩でも受けれるんやから、一から数学を死ぬ気でやってください、玉橋さん。はい、玉橋さんのアドバイスじゃあ逆苦手だったのは、まあでも理科と数学が苦手で、あ、うんうんうん、数学はでもセンス的にはそんなないわけじゃなかったんですけど、はい、めっちゃサボってて苦手だったんですけど、はい、物理数学は結構好きだったんですけど、化学がちょっと弱くて、クイズやってたみたいな動画でよく話してるから、はい、その暗記得意みたいに言われる
ですけど、うん、暗記結構苦手で意味付けれないと覚えれないタイプっていうか、だから英語でも意味をちゃんと把握して単語とか覚えるのは得意だったんですけど、一個一個の細かいことを覚えるっていうのがあんま好きじゃなくて、科学とかもそういうのが苦手で最後まで結局できなかったんで、まあでも僕の理三受験の年は本番科学がたまたま簡単になって、そういうのもあったわけですね。キムタツ先生はどうでした？まあ、キムタツね、まあちょっと生きってましたねキムタツの代ですか？キムタツに教わる？いや、キムタツの代じゃなくて、大体あのキムタツ先生だから東大対策の参考書いっぱい出してるから、はい、高3になると、はい、ヘルプで普段の英語の先生に加えて週1で教えてくれるみたいな感じだったんですけど、まあ俺はマスターやからさ、お前らこうしろいいよみたいな感じがちょっと生きてなって思う安越先生がキムタツの授業見に行った時は、はい、あれ楽だなって言ってましたね確かに演習させてみたいな。でもやっぱああやって東大に絞って灘野先生って言ったらみんなもう言うこと聞くじゃないですか。はい、そうですね。で東大のスタイルはこれやから、うん、東大に合わせてこう勉強しろ、間違ってないじゃないですか、はいはい、今やだ勉強してる受験生たちにとってキムタクよりキムタツの方がもう有名ぐらいになってますから ね、 信じられないですって話をしてるんですやばいやばいやばい使えない話っシェカラシカより好きなラーメンは？動画ちゃんと見てくれてますね、ありがとうございます灘野の近くにそのシェカラシカっていうラーメン屋があるんですけど、まあそこが灘野のソウルフードっつってるんですけど、これ動画でまだ話してないんですけど、はい、シェカラシカの上を行く癖強いラーメン屋で甲賀流製麺っていうの。甲賀流製麺出てくるんですね、そんな、はい、甲賀流製麺、はい、めっちゃその店主が怖くて、はいはいはい、で一回、灘野、はい、の僕の同級生でめっちゃカッコつけてて、はい、うざいやつみたいに言われてる S 君っていう子が、はい、甲賀流製麺で飯食い終わった後に Mac をいじってたと、はい、iMac、 なるほどなるほど、まあなんで iMac いじんねんって話ですけど、はい、まあ別にいいじゃないですか、はい、でもそれを甲賀流製麺の店主がブチ切れてお前 Mac なんかいじってんだったら出てけっつって、でそれ出禁になって、まあ、そこまではまだあるじゃないですか、はい、その癖強いラーメン屋なんていう、でそれが灘野の朝礼で流れたっていうそんなエピソードがあったんですね、実はお前ラーメン屋でそういうのするのやめるようにって、はい、だから甲賀流攻めも聖地巡礼する方は全部行ってくださいそこがもっと好きなラーメン屋ですか？そうですね、美味しいんですよ、でも甲賀流攻め美味しいんですね、シェカよりうまいんですよ、やっぱ生きるだけあって、あなるほど。東大特進の授業を受けたことがある？ああ、はい、受けたことあります。あ、誰の？林修のみかな、はいはい、でも僕は。あ、のみ。あ、でも園田先生も一回受けたかな。あ、物理の、はい、東大特進、灘生とか東大受ける生徒人気あったのは多分林修で、そうですね。で、理系だと多分園田先生とか数学のなんかとかが多くて、はいはいはい、まあ文系だと多分社会受けてる子がいっぱいいたんですけど。どうでした印象？林修の印象も、はい、これがキムタツと同じで生きてんなっていう大変な仕事じゃないですか、はい、言っても。で、その中でその有名になって、売れっ子になって、テレビも出てみたいな。生きってるなと思ったけど、でも生きってるのも含めて可愛いっていうのもあるじゃないですか、林先生って。そのみんなも多分、林先生見てる時に、なんでこいつこんな生きってんだっていうのもちょっとあると思うんですよ。でも可愛いっていうのが、やっぱスターたるゆえん。ナイスフォローだと。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、これでネプリーグの視点はなくなったという